トギモチセカンドです。今日はね、韓国のコンビニ CU で見つけたチャムチキンポ、これ食べたいと思います。ツナの海苔炒めお値段は1000ウォン、約100円です。安いかな。韓国だとね、結構100円以下のコンビニおにぎり多いんですよね。おー、やった、これ私の好きなやつですね。中がね、赤い炒められたおにぎり。韓国の三角おにぎりってね、結構ね、もう赤く味付けされたやつが多いんですよ。いただきます。あ、これあんまり辛くないやつだ。美味しい。若干コチュジャンの香りがふわっとするかなぐらい。味もね、そんなに強くないです。うん、ツナでできた。しかもここにキムチ、キムチも結構でっかいね、刻んだキムチが入ってます。あ、キムチの食感すごい美味しい。美味しい。まあ、そんなめっちゃ美味しいわけじゃないけど、100円で気軽く食べるとしたら、まあ、うん、なかなか。なんか私がよく普通に美味しいって言ってるのは、悪い意味じゃないですよ。まあ、この値段でこの味だったら、まあ、こんなもんかな。美味しくいただけるかな、ぐらいの感じで喋ってます。でね、美味しい美味しいってよく口癖で言うんですけど、これは普通に美味しいって言った時よりも美味しい時ですね。別にね、そんなの考えながら言ってるわけじゃないんですけど、まあ、私の中で分析した結果、そんな感じですね。まあ、これ普通に美味しい。まあ、普通に。でね、私的にチャムチ、ツナが入ったおにぎりすごい好きだから、これは私的に結構好みでしたね。コチュジャンともよく合ってました。キムチのね、なんかシャキシャキの食感も良かったし。以上、韓国のコンビニのチャムチキンポでした。